皆さんこんばんは。元男の子の青木カノンです。なんでしょう、このマイクは。これは、まずそんなことじゃなくて、怒ってますから。マジで。何を言いたいかというと、YouTube の審査システムについて私は怒ってるんですよ。で、まず、ちょっとこれを話さないと話がね、噛み合わないから、まずこっち説明します。これは音フェチ用のマイクなんですよ。で、今まで私はこのチャンネルに100本近く音フェチ動画を出してたんですね。こういう、なんか、囁いたりとか、カチャカチャ音を鳴らして、その耳にいいみたいな、なんか動画を出してたんですけども、それをやると、YouTube の方で、なんか、ペナルティーマークみたいなのがつく。あ、そう。YouTube ってね、動画出すと、審査が入るんですよ、まず最初に。あんたの動画は、良質な動画ですよ。それとも、ちょっと、不適切な動画ですよ、みたいな、この2パターンがあって、なんか、そう、こういう、オドフェジ動画を出すと、毎回、不適切ペケマークみたいについて、もうそれがね、嫌だっていうか、そりゃもちろん嫌でしょ。だって、広告つかないのもそうだし、それが増えすぎると、ちょっとその、YouTube の中の印象が悪くなるっていうか、わかりやすく言うと、クレジットカードを使ってて、滞納とかさ、ばっかしちゃうと、審査会社からの印象ってどんどん落ちていくじゃないですか。もうそれがね、すごい嫌で、出せない状況になってたんですけども、で、ちょっと今回話したいこと。まず、私は、このやめていた音フェチ動画を再開します。で、なぜ再開することになったかというと、そういうことは関係なしに好きなことをやりたい、それだけ。そうだよ、好きなことやりたいんだよ。で、ここ最近私出してる動画、超絶再生回数取れてないんですよ。で、それはもう承知の上でやってるんですけども、食べる系の動画とかさ。でも、今までの私のこのチャンネルを登録してくださってる視聴者さんってさ、やっぱり旅動画とか、性別変更トークとか、あと野球の動画とか、そういう動画がありがたいことに再生がこう、バーって伸びたりしたから、そっから登録してくださった方が多いから、そういう食べる動画興味ないよって、もしかしたらそういう方ばっかかもしれない。なんだろうな、今、YouTuber の専業になってから2年ぐらい経つんですけど、ちょっと、気持ちを一新して、なんか好きなことを出していきたいなって思ったの。だから、その音フェチも、なんか、いろいろね、不適切とか言われちゃうんだけど、中のシステムからね。でも、関係ないかなって私思って、それで出す。で、じゃあ今まで、ここ最近出した動画って、今までのこの野球とか、性別変更トークとか、それは何、好きなことじゃないのって聞かれると思うんですけども、いや、好きなことなんですよ。これももちろん。もちろん大好き。じゃあなぜこのバズった動画に対して懸念をしているかっていうと、やっぱさ、YouTuber ってその専業になったらさ、もちろん仕事なわけで、楽しいだけではいけないっていう、なんかそういう部分になると思うんですよ。もちろん YouTuber の事務所も入ってるし、YouTube だけで生きてるわけですから、数字を追い求めがちになるのはもうみんな普通、てか当たり前。いや、むしろ追わないといけないと思うんですよ。まあもちろん好きなことだから、性別トークとか野球もこれからも出していきたいってか出していくんですけども、ここ最近ちょっと前はむしろそればっかに頼りがちになってた。出すとありがたいことに、その食べる動画とかよりかはやっぱりいっぱい再生が取れるわけです。本当にそこは感謝してるんですけど、まあ、再生が取れるイコールそればっかの動画になってしまいがちで、1週間あったら性別動画がなんか3本とかになっちゃったりとか、なんかそういう感じになりがちだったんですよ。そうなるとさ、これはまあやりたいことでもあるけども、なんかそこばっかだと私は性別チャンネルになっちゃうんじゃないかみたいな、まあそういういろいろね思うとこがあったわけです。ここ最近ちょっとね、数字取れないからってお前なんか負け惜しみみたいなこと言ってんじゃないよってね、もう思われてもいいんですよ。私2017年の夏から YouTuber 専業になったんです。その手前の頃って、そう、今みたいな動画出してたの。食べる系の動画、マクドナルドとか食べたりとかする、お前これ誰得動画だよみたいな、そういう動画出してたんですよ。でもめっちゃ楽しく出してやってたんですよ。今はね、今ですごい楽しいんですよ。マジで。やめな。本当に私なんか、苦し紛れに言ってるように聞こえちゃうかもしれないけど、まあ、それも仕方ない。うん。だってね、そういう動画で私は数字取れないですから。
ちょっと待ってね。私何を伝えたいんだ、この動画で。とりあえず、今楽しんでやってますよっていう、ご報告ただ今まで通りの動画ももちろん出したいんで出します。性別変更トークもさ、私のこの、ま、感情的な部分があるんですけど、なんか、元男の子って、壮絶な人生なんだなとか、辛い境遇の人なんだなって思われたくないじゃん。いや、そんなことないよって、こうやってフランクに生きてますよっていうのを少しでも伝えたいっていうのは私のこの意思。なので、ネガティブにならずに話してるっていうのもあるんですけどね。そういうのも、これからも見ていただければ嬉しいです。ただ、音フェチ動画をね、再開するのは私、すごい、楽しみなんですよ。このね、サクサクするものを食べたりとかさ、そうね、やったり、ね、したら面白いじゃん。なので、今後、ちょこちょこ、出していきます。だから、割合的にどんぐらいだろうな。まあ、やってみなきゃわかんないな。っていう感じです。まあ、こんな感じで、今回は、音フェチ、動画出しました。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価、お願いします。Twitter、Instagram、そして、サブチャンネル、青木かんなの秘密箱も画面の下にありますので、チャンネル登録してねー。また、次の動画で、お会いしましょう。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の